ふくらはぎを細くしたい方におすすめな動画です。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、たったの10秒でふくらはぎを細くする方法ということで紹介していきます。今回のエクササイズをすることでふくらはぎが細くなりやすく、ふくらはぎが疲れにくくなります。まずふくらはぎが太くなっている原因としてはですね、ハムストリングと足首の硬さ。ハムストリングが硬いとですね、立った時に少し膝が曲がり気味になってしまいます。膝が曲がり気味になってしまうと体重が前に行ってしまいます。ですので、つま先の方に体重が行っているってことは、カーフレイズのようにですね、ふくらはぎに力が入りやすくなってしまいます。ですのでハムストリングのストレッチというのが必要です。そして足首が硬いとですね、歩く際にですね、足首が硬い場合、ふくらはぎの筋肉の収縮が短いので、歩くだけでもふくらはぎが太くなってしまう場合がとても多いです。ですので足首とハムストリングのストレッチというのがとても大切です。基本的には足首はですね、つま先のこの可動域が広ければ広いほどですね、ふくらはぎの収縮が少しで済みますから、しっかりこの足首をですね、水平よりもしっかりつま先が上げれるようにストレッチすることが大切です。この可動域がこっちは行くけどこっちは行かないって方はですね、やはりふくらはぎの位置が上にあって、ししゃも足になってしまいますので、しっかりこっちのストレッチが大切です。それで今回はミニバンドを使ってやっていきます。このミニバンドの一番強度の硬いやつを使うことをお勧めします。もちろんタオルでもできるんですけども、タオルだったらですね、足首をこのように動かしていくんですけど、タオルは伸びませんから手を近づける必要があるので結構やりにくいです。その場合ゴムだったらですね、軽く引っ張っておけばゴムが伸び縮みしますから、とてもストレッチに効果的です。ではやり方をお説明します。やり方とっても簡単です。ゴムバンドを足の指の下あたりにセットします。これで寝っ転がります。そして膝が曲がらないように上げてる足の手で膝を押さえておきます。そして反対の手でゴムバンドを引っ張ります。これで足首を動かしていきます。しっかり手前にストレッチさせて、足首を動かすときにですね、指からしっかり動かします。足指をグーにして上に動かしていきます。足首を手前にやってストレッチをします。そして今度は足の指をグーにしてから足の甲を伸ばします。足の指の力がなぜ必要なのかというと、立ってるだけでもですね、ふくらはぎが太くなる人がいます。というのも、足の指の力がない場合、立ってる姿勢がですね、薬指から外側ぐらいに重心がいってしまいます。そうなると立ってるだけでもですね、外側のふくらはぎに力がかかって太くなってしまう。ですから指の力があるとですね、足の指が地面にちゃんとついてますから、かかとと足の指でしっかり立つことができますので、重心が取れた状態で立てます。そうなるとふくらはぎに負担がかからない立ち方になります。ですので、ももの裏のストレッチ、足首のストレッチ、足の指の力のパワーアップというのが大切です。これで手で膝を押さえて、ゴムをしっかり引っ張って、足の甲、ふくらはぎを伸ばして膝を伸ばすことでハムストリングのストレッチです。できるだけ足は手前に押してください。これで10秒間足を動かすだけです。これを左右やっていきます。とっても簡単ですよね。今の分を毎日10秒間やってみてください。できれば朝晩するのがおすすめなんですけども、お風呂上がりの夜だけでも OK です。毎日10秒間やってみてください。ふくらはぎが変わってきて、立ち方、歩き方というのが変わってきます。参考になった方はよかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、これからも少ない回数、少ない時間で効く効果的なエクササイズを載せていきます。よかったら登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。
ー。